はい、皆さんこんにちは。今回はショップアランジアロンゾ東京スカイツリータウンソロマチ店の購入品をご紹介していきたいと思います。で、こちら全国で5店舗しかないそうなんですが、そのうちの一つ東京スカイツリータウンソロマチ店というところに今回は行ってきました。で、購入したものはいろいろあるんですけれども、まあ2タイプのものですね。限定商品と、あとは、まあ、手探り箱という中身が見えない商品を買ってきました。もう開けちゃったんですけどね、こうやって。で、こちらの手探り箱は1個400円内税の商品になってますね。で、こういった茶色いクラフト紙に商品がこう包まれていて、中身が見えない状態になってるんですね。で、そのこの商品が、まあ、箱の中にたくさん入ってるんですけれども、それをつかみ取りして、まあ、好きなものを持って行ってレジで会計するみたいな感じのシステムになってましたね。で、こちらは4種類箱がありまして、私は今回2種類買ったんですけれども、こちらのコインケースとハンドタオル、あとはまあファスナーアクセサリーだったかな、そちらとまあ1人10個限定のマスキングテープがありましたね。で、コインケースですね。こちらはまあ私が引き当てたものなんですけれども、勝手に当たりだと思ってますね。まあこんな風にキャラクターがたくさんついてるので、私は個人的に当たりだと思ってます。で、裏と表が若干こうデザインが違うような感じなので、得したような気持ちになってますね。で、中は開けてみるとこんな感じで、まあ400円のものなんでね、何もこう仕切りがあるわけでもない感じのコインケースですね。まあ、近所に使いたいと思いますね。近所に行くときに使いたいと思いますね。で、サイズをですね、実際に測ってみると、縦が約9センチで、横が約 12.5 センチぐらいでしたね。まあ、実寸なんでね、まあ、大体なので、まあ、ばらつきはあるかと思うんですけれども、まあ、キャンバス生地でカジュアルな感じでとても可愛いですね。で、まあこんな感じなんですけれども、こちらの商品は本当に手探り箱は何十種類も中身が違うものがあるので、すごく楽しみだと思いますね。で、次にハンドタオルなんですけれども、1枚目はこちらを当てました。で、縦が約25センチ、横が約25センチの、まあ25センチ四方の普通のハンドタオルですね。まあ、ハンカチサイズというんですかね、一般的なサイズなので、まあちっちゃくて使えないとかっていうことはないと思います。で、まあ表がガーゼで裏がタオル地になってるんで、とても気持ちがいいんですね。水通ししてないんで、まだ吸い取りはどうなのかなっていう感じなんですけれども、おそらくまあ吸い取りもいいんだと思いますね。こんな感じでアランジアロンゾのロゴが入ってる感じですね。白ウサギ、黒ウサギ、お花がいっぱいある感じで、こちらも可愛かったんで勝手に当たりだと思ってます。で、次に引いたのがこのハンドタオルのパンダですかね。パンダのハンドタオル、私はあまりこのちょっとコワカワ系のパンダあまり好きじゃないんであれなんですけども、まあ、こんな感じのデザインのものが当たりました。で、まあ素材はね、先ほどと同じ感じなので気持ちいいですね。こちらもまあ使い勝手は良いと思うので愛用させていただきたいと思いますね。こんな感じのデザインになってますね。アップにすると、まあ、土の中からパンダが出てたり、まあ、毛虫タイプだったり、まあ、ロゴがついてたりと、こんな感じのデザインになってますね。で、サラサラしてて裏はタオル地という感じですね。いいですね。で、次にまあソラマチ店限定の商品も買ってきたんですけれども、こちらはまあショップの紙袋が可愛くてですね、こんな感じでロゴがついていて、まあキャラクターが花を持ってる感じのデザインになってましたね。可愛いですね。で、こちら実際に開けてみたいと思います。こちらはまあ手探り箱ではないので普通に買ってきた商品です。限定商品、インザスカイと書かれてる、まあ、ソラマチ東京スカイツリーソラマチ店限定の商品ということなので買ってきました。他にもたくさん商品ありましたね。で、
私はこちらのウオというキャラクターが好きなのでこちらを買ってきました。星と雲のタイプですね。可愛いですね。でビニールから取り出してみると、まあ普通のステッカーなのでね、こんな感じになってますね。まあどこかに貼ろうかなと思ってますね。でいろんなキャラクターのものがあったので、まあ自分の好きなキャラクターのものが見つかると思いますね。このウオもそんなメインキャラクターじゃないそうですけれども、あったので良かったです。私は他にも実はハガキとかいろいろウオキャラクターのグッズは持ってるんですけどね、すごく可愛くて好きですね。こういう感じ、ふてくされてるような不愛想な感じというのか。で次に購入したのがこちらになりますね。 A6 サイズというんですかね、小さいミニサイズのまあフリーノートですね。こちら包装がきっちりでちょっと開けにくいんですけれども、こんな感じで、表が昼バージョン、こんな感じですね。で裏が夜バージョンになってますね。で先ほどのステッカーと比較してみるとこんな感じなんですけれども、まあ、昼バージョンの雲のタイプはこちらにいますよね。で裏を見ると、まあ、夜タイプのバージョン、こちらの星タイプですねがいると。まあ、他のキャラクターもちょっと細かく見てなかったんですけれども、いるとは思いますね、メインのキャラクターは。で中身はフリーノードなのでこんな感じで真っ白、罫線とかも特になしというシンプルなものになってましたね。でお値段が、まあ、レシートを見ると、まあ、右が200円プラス税、左のステッカーが1枚90円プラス税になってますね。でこちらはお安いのでおすすめしますね。まあ、学生さんとかでも買っても痛くない値段だと思うのでおすすめです。まあ、限定ですしね、こんな感じで可愛いですね。以上でショップアランジアロンゾ空町店の購入品のご紹介を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。